UEFA に加盟する55の協会から予選を勝ち抜いた24チームのみがこの舞台に立つことを許されます。そしてヨーロッパの頂点に立てるのはただ一つ、 UEFA ユーロ2020、熱い戦いの幕開けです。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間はスイス対ウェールズ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スイス国歌お聴きいただきます。2020ついに始まりましたが、北澤さん、強豪ぞろいのヨーロッパです。やはりハイレベルなゲームに期待したいですよね。そうですね、各国によってプレースタイルも違いますからね、そのあたり戦い方の違いも見どころですよね。レベルの高い試合を期待したいですよね。今ファーストハーフが始まりました。 UEFA ユーロ2020グループステージ初戦、スイス対ウェールズ、まずは1点が欲しいところです。ボールが収まりません。リヒトシュタイナー、シャキリー、リヒトシュタイナー、非常に攻撃的なサイドバックの選手です。コナー・ロバーツ、大きく縦へ、一気に前線にボールを送る。ジャカ、縦へのボール、ゼフェロビッチ、サイドのスペースへ走らせる。ラムジー、キーパー前へ蹴り出します。いいプレッシャー、仕掛けるか、一瞬のクリアでしょうね。ロングフィードで狙う、ここはすぐ奪い返します。スイス、さあどうする、さあ左サイドへ、ジャカ、激しいボールの奪い合いです。ここはファールです。ボール拾いたい、ジャカ、中に合わせてくるか、仕掛けるタイミングを図る、中央へ、頭、しかしこれよく止めましたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく取れましたね。決定的なチャンスを収めることができませんでした。セフェロビッチ、ペースを狙った。コナー・ロバーツ、ウェールズとしては先ほどから前線の両サイドが外に開いてますけども、おそらく中央にスペースが欲しいということだと思うんですけどもね。なるほど、サイド攻撃のためではないんですね。いや、それもあると思いますけどもね、基本両サイドに開くことで相手のディフェンダーを引きつけることができるので、相手守備ブロックの間隔が広がってスペースができやすくなりますからね。あ、なるほど、
そこに2列目以降の選手が飛び込むということなんですね。そうですね。シュート決まった。先制ウェールズ、スイス相手に先制。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。さあ、ウェールズ今日先制はこの早い時間でした。いや、大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよ ね。 そうですね。この後も流れに乗りたいですよね。リヒトシュタイナー。スイスは現在1点差でリードされているも、ポゼッションでは相手を上回っている。シュート、そうですね、リヒトシュタイナー抜けるか、中はマイスイル、中央へ、これを拾いたいウェールズ。チャンスを演出できるか。シャキリから右へ、一旦前を取る、中人数揃っている、どうだ、どうする、ミドウェールズ完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。いやー、思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。大きくサイドチェンジ、裏へのスルーパス、リヒトシュタイナーからのパスは通りませんでした。ベイル、スイスとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。あー、これファール、取らないですか、レフリー。ニコエル・ベディ、シャキリ、スペースを狙う、いいボールですよ。セベロビッチ、クロス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。自分で行く、長いボールを送ります。カウンターを仕掛けていきます。デイビス、セフェロビッチ、リヒトシュタイナー、裏へ出るか、スルーパスを出す、ボールが上がる、このボールには合いません。大きくミスキック、ここは通しません。ジャカ、シェア、セフェロビッチ、大きくサイドチェンジです。激しいボールの奪い合い、リヒトシュタイナー、さあつながるか、ここで受ける、来た、追いついた、スイス、ここでスコアを同点にします。いいですね、見せますね。流れるパスワークからゴールが生まれました。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識していないとなかなかできないんですよね。見事な崩し方ですよね。
スイス、ここで追いつきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は五分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、左サイド上がってきます、中に入れる、直接行ってしまいました。リカルド・ロドリゲスからターテのボール、ジャカ、セフェロビッチ、裏へ届くか、リヒトシュタイナクロス合わせてくるか、ジャカシュート、ウェールズはアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。ジャカからの折り返し、ウェールズはここクリアで難を逃れます。サイドを使います、組み立てながら攻め上がっていく、丁寧に足元を使う、いけるか、さあどこに出してくる、クリス・メファム、デイビス、デイビスから大きく縦へ、ラムジー、コナー・ロバーツ、さあボールはベイルへ、さあラムジー、リヒトシュタイナー、右側から上がっていくか、シャキリー、抜けるか、ジャカ、今日の試合でアシストを記録しています。ジャカ、チェックを受けながらのドリブル、サイドへクロスを選択、クリス・メファム、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、セフェロビッチ、さあどうする、ファールありません。アレン、ジャカ、ジャカから縦へ長いボール、ラムジー、アレン、長いボール縦へ、シェア、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ドリブルで上がる、セフェロビッチ、どうする、プレスからボールがこぼれる、コナー・ロバーツ、ベイル、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。スイスとしては失点しても自分たちのペースを崩しませんでしたよね。そして前半のうちにしっかり取り返すことができた、この後の展開に期待が持てますよね。ウェファユーロ2020グループステージ初戦、スイス対ウェールズ、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。さあ後半です。
スイスとしてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。ラムジーアーチのようなパス、スイスはアワヤというシーンでしたがここはしのぎます。ウェールズここでファウルをもらいます。この辺はねやはり抜ければチャンスシーンですからね。レフリーの注意が入ります。さあセットプレー直接狙うにはちょっと厳しいか。ここ拾って次につなげたいスイス、チャンスを演出できるか。クリス・メファム、ここで前を向く、どうだシュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。もうシュート打ちたのにコントロールしましたよね。リカルド・ロドリゲス、フレール・エンボロ、リカルド・ロドリゲス、ジャカ、ベイル、サイドを使います。フレール・エンボロ、リカルド・ロドリゲス、ジャカ、大きく縦へ、シェア、縦へのボール、長いボールを送ります。大きく縦へ、ここ来ましたよ、フレール・エンボロ、セフェロビッチ、サイドを縦に走らせます。ここは間合いを取る、リカルド・ロドリゲスが中央へ折り返す、ラムジー、ベイル、アレン、ここで丁寧にコントロール、中上げる、クリア、このピンチをなんとか出します。アレン、サイドへ、中へのクロス、ウェールズボールです。クリアです。ここで丁寧にボールを扱う、さあ中はいる、デイビス、ここで受けて収まった、フリーだ、ウェールズがかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどもね、うん、その逆は失点やファウルのリスクが高まるピンチのシーンがほとんどですからね、はい、シュート、これは素晴らしい反応でした。いやファインセーブですよね、よく取れましたねこれ。ラムジー、今のチャンスはものにすることができませんでした。裏のスペースを狙う、右サイドから上がります、さあ上げる、中央へ、ゾマしっかりと抑えました。リカルド・ロドリゲス、縦へのボール、
セフェロビッチ、撫でるようなボールタッチ、ジャカ、右サイドへ振って中で味方の選手が待っている、足元大事に行きます、ファーサイドへのボール、アレン、シェア、長いサイドチェンジ、ルーズボール、ボールを、これはスローインとなります。上げてくる、どうだ、ヘディング、セフェロビッチ、ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。セフェロビッチ、今日2点目です。さあスイス、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。デイビス、アレン、アレン、キーパー、いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。ブレール、エンボロ、裏を狙う、ボールがつながる、ウェールズはほぼ全員が自陣に戻ってのディフェンス、長いボール縦へ上がっていく、左サイド、ブレール、エンボロ、スイスが最終ラインまでボールを下げる、ニコエル・ベディ、リヒトシュタイナー、シャキリ、リヒトシュタイナー、まだある、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。デイビス、コナー・ロバーツ、ベイル、コナー・ロバーツ、ここで丁寧にボールを扱う、これはどうだ、どうだ、シュート、スイスはディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。スイスはここでベンチに動きがあります。長いボールを振ります、セフェロビッチ、さあ左へ預けて、セフェロビッチ、さあどうする、さあどこに出してくる、サイドを使います、この位置でボールを受けます、ここで丁寧にコントロール、上がる、これを拾いたいウェールズ、ニコエル・ベディ、大きく縦、さあ右へ預けて、一旦前を取る、クロスを選択、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。アレン、中央行けるか、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。こぼれてる、危ない、切り込むか、さあどうする、
点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。スルーパスを狙う。さあベイル、来たチャンスだ。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。一気に縦へのアーチ。アレン、パスでつないで攻め込んでいきます。ウェールズ、ここは間合いを取る。さあそのまま行くのか。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。スイス、ここは時間を使います。セーフティーになってきましたよね。スイスとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。アレン、大事に行きたいですね。ここ中央から、さあ左サイドへ、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。ニコエル・ベディ、ボールを下げてリズムを作るか。ジャカ、裏のスペースを狙う。ウェールズとしては早めに縦へのボールを入れたいですね。ベイル、大きくサイドチェンジ。主審時計を見ながら長いホイッスル。2対1、スイス勝利を収めました。貴重な貴重な勝ち点3。この初戦を勝ったことが第一歩である。その歩幅は大きなものでもあります。さあ北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。スイスとしては初戦でしっかりと勝ち点3を奪っていいスタートを切れましたよね。特にグループリーグでは勝ち点の争いがシビアですし、そういった意味でも大きな一勝になりましたよね。そうですね、ありがとうございます。大事な大事な初戦、勝ち点3で2試合目に臨むのと、勝ち点0で臨むのと、これは雲泥の差です。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。UEFA ユーロ2020グループステージ初戦、スイスが見事勝利、好スタートを切っています。